2021ゲットスリー開幕。 2.27 湘南ベルマーレ VS サガン鳥栖、見るしかねえべ。いや本当にそうやって、もう2人はやっぱ歴史をさ語る上でもう、だってベルマーレこの先も語る中で絶対欠かせない2人だし、この先もそういう人たちがたくさん増えてくだろうし、そういうのも楽しみながら見れればと思いますが、ロマンさん、はい、言ってもそのやっぱりスタジアムでこう先ほどお話聞いたんですけど、例えばそのウォーミングアップの前にこう鼓舞するこのスタジアムの MC とかあったりさ、もちろんその入場の時とかのこの勢いとかね、選手呼び上げる時とかさあるじゃん。ああいうのってやっぱすごいじゃん。すごいです。こっちも興奮するじゃん。もうワクワクします。だけどもちろんそのね、やっぱスタジアム DJ としても名を馳せてるし、もう間違いないんですが、もちろんそのやっぱ日常でさ、さっきも言ったけど、そのテレビとかから流れてくる声、もう絶対に一度はロンドさんの、もう日本国民だったら全員ロンドさんの声聞いてるはずだから。あ、やっぱナレーションってさ、知らず知らずに入ってくるじゃん。はいはい、そうっすね。もうグルーヴに飲まれてこう番組とか夢中になっちゃうなんて、多分そういうのもあると思うんだよね。はい、ここでロンドさんも言うことなんで、はい、ナレーションをちょっと学んでみたいなっていう、ちょっとやってみたいじゃん、ああいうのって、うん、もしも自分だったらって思うことないけど、ちょっと真似しちゃったり、例えばさ声優さんの声をちょっと真似してみたりするのと同じでさ、うん、番組とかだったらやってみたいってなるじゃん、うん、なのでちょっとそれをせっかくいらっしゃるんで、ね、見本を見せていただきながら、はい、ちょっと俺たちも挑戦するみたいな、ちょっとやってみてもいいですか。いやー楽しそうです。ということでいきなりですが、ナレーション対決とさせていただきます。ただね、やるだけじゃつまんないんで勝負しましょう。対決ですか？対決ですか？対決ですよ、こうなったら。お、なるほど。でここにね、コージ君もいるんで、コージ君とマノさん見本を見せていただきながら、審査員としても参加していただくということで、はい、1票ずつ持っていただいて、はい、挑戦していくと。なるほど。ただね、やっぱ試合だったりとか、やっぱサッカーにまつわるのがいいかなと思ったんだけども、うん、はい、やっぱりその実況ともまた違うじゃん、試合を実況したりするのもまた違うから、うん、そっか、ここはあえてあのスタッフの方に、まだ俺も何を用意されてるか分かんないんだけど、はい、映像をある程度用意していただいてる、何個か。でその映像がポッと出てきて、その映像に対してナレーションを、まあ、アドリブでフリースタイルでつけてくる。フリースタイル、おお、なるほど、これまた、なのでちょっといきなり俺たちにはハードル高いけど、まあ言ったってロンドさん、はい、違いますから。ちょっと何が来たって。あ、なるほど、ね、もうなるほど、そうですよね。すみません、なので早速ですけど、うん、見本という形で一度見せていただけると、ね、うん、全然台本に原稿がないんですフリースタイル、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 フリースタイルナレーション、うん、なるほど。みんなねドキドキしてると思う。一番ドキドキ、なかなかすごい企画ですねこれ。お願いします。お願いします。やっぱり勉強しないとね。そうですね。一回ちょっと映像お願いします。おお、なるほど。あ、なんか飛んできた。ブーメランだ。なるほど。なるほど。うわ、むず。よかった、これじゃなくて。いやー、間違いない。これはむずいやん。これは何をピックすればいいんだろう。どこに視点向ければいいですかね。いや、あ、見本見せていただきますか。いや、落としてね。いや、これ難しい。コージ行く？それか。むずい。これね、見てほしかったコージ。コージの見たいわ。あとでさ、個人的にさ、動画送るからさ、家でやるわ。うん、それ送って返して見せて。先生、よろしく。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。先生のタイミングお願いします。ここはアメリカの幼稚園、お分かりいただけただろうか。この小屋の窓の向こうに人影が、ええー、
あるこういうのある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 すごいここ赤いサークルされるやつでしょ。見ちゃったし、見ちゃうクローズアップされるやつでしょ、ね、そういうちょっと、それなんかこれだ、そこに引っ張られていきそうですね。これだ、すごい、これですね、これがプロの技、これだよ、素晴らしい、よし、いやこっから多分俺らこれすごい三撃がもうちょっとね、同じスタイルやっちゃダメだから、うん、あーそうか、やっちゃうじゃん、多分もうついちゃった、入っちゃった、確かにその窓の向こうお分かりでしょうか、やるぞそれはじゃあこれなしです、なしです、これあくまでも先生の先生、うん、絶対になしだよ、分かりました、はい、いや今のよかった、すげえな、いやすごいわ、今完成、もう一回で完成されたもんね、もう完成されましたね、もう視点がすごいっすね、いやいや、やっぱり本業、変な言い方だけど、やっぱその本業でいろんなシチュエーションのこのナレーションしてるから、やっぱそのデータがある分、そここの絵を見てそこに当てるねことができる、怖くてお頭巻いてるな、頭巻いてるの俺来たかったな、なるほど、巻いてるのか、いいよ、一回見ますか、お願いします、んおー、え、かっこいい、これなかなか高度な、なかなか高度なね、ドキュメンタリーのね、うん、そう、確かにね、これどっち行く、この場合行きます、いいね、やっぱ勢いいいよね、ちょっと待ってください、うん、実況じゃないよ、はい、うん、実況しづらいよ、これは多分ね、ね、ならないですね、さっきの温度さんがやばかったっすね、もう番組だったもんね、はい、そこが見えるんだなって思う、マジで、はい、マジで丸見えだった、丸いきます、お願いします、お分かりいただけましたでしょうか、ちょっと待って、ちょっと待って、だから言ってるやんかよ、はい、ダメだってそれ、ああダメでしたっけ、入っちゃってるから、うん、もう控えめだったし、オリジナルっぽくやったんですか全然ダメ、ちょっと敬語になってたぐらいだからでしょうかそれぐらいだよ、いける、ホラー系じゃなくってこと、ホラー系じゃなくて、ホラー系じゃなく、うん、行きましたね、うん、お、行こう、お願いします、私はここで育ち、この民族と一緒に過ごし、ずっと歩んできました、ここが私のアナザースカイ、この人の、この人のこの人のそうですね、ゲスト、ゲスト今の人、そうそう、今の人形じゃないの、あ、ちょっとそこが僕らアナザースカイ、アナザースカイ溜めたもんね、溜めたもんね、なるほど、アナザースカイ出した、あ、そうっすね、ちょっとあの世界丸見えだったんで、いやいや、なるほど、それか、ニューオンスタイルか、いや、もうないよねじゃあ行こうか、じゃあ行きますね、おおこれっす、うん、ということは今のアナザースカイと戦わなきゃいけないってことだよね、俺ということですね、うん、行きましょう、はい、コージ行く、コージ行く、代わりに行かない行かないのかよ、おあ、カポエラだ、すげえ、実況じゃんこれ、ほんとっすね、これたんぽっすよね、実況だよこれ、これでナレーションずっと一緒ですよ、特に動きはね、動きもないじゃん、こー、そっか、オッケー、ちょっと待って、お願いします、週末ブラジルでは盛んにカポエラという交流会が
開かれている。その中でも人と人のつながりを大切に、ある者は楽器を持ち、ある者は無心に踊る。そんな愛と友情が芽生えるこの空間で、絶対にダメ絶対にダメ、私たちは模倣品に反対宣言します。アディダスではございませんダメ、絶対。ありがとうございます。さすがうわーすごいね、すごいすごい。いや本当にね、でも何本線なんですかね、うん、確かに。まあまあ線がね、目のつけどころがすごいっすね、ハン君。どうしようかなと思って下見たら3本だから、めっちゃ多いじゃんと思ってハン君と同じかなと思って。そうなんですよ、よく見たらね、5本とかじゃなくてダメなんだ、本当に。そういうのがね、オリジナルをみんなで買いましょうということで。いやでもね、カポエラ難しかったですね。素晴らしいですね。いやいや、でも本当にアナザースカイはもう来てたんで。あとちなみにね、もう一度言うと、さっきのほらはい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 、シチュエーションでこう展開お分かりいただきましたやっぱなっちゃうもん俺もやっぱ心なし行為のテンションがそこ引っ張られてる。確かに確かに確かに、やっぱりプロを見るとそうなっちゃうんですね。はい、ちょっと拙いあれでしたけども、この対決、お二人に今審査員として、あ、これマジで審査員としてちょっと1票ずつね、いただけたらと思います。コージ君あたりはまあ間違いなくね、名前をどっちを言うかなんていうのはもう分かってるのかなとかね思うんですけど、まあ別に全然そういうんじゃないから、まあね、うん、そうだね、だって、うん、だってね、あの対談からだもんね、俺ら関係あっという間だね。でも本当に繋がれてきてよかったなと思うよ、今日とかも出てくれてさ、本当に。まあごめんごめん、ちょっと昔話しちゃった、ごめんなさい。アドサインさん、おいめちゃくちゃフリーだアナザースカイ最高どうなってんだよアナザースカイ最高そうだな、そう思うよ、俺もそう思うわ。じゃあすみません、どんどん最後です、はい。まあね、今日もこうやって対面できたんで、本当に改めてね、こう繋がれたんじゃないかなと思って、はい、本当にスタジアムでまたね、一緒に何かで共演できたりとか思ってますし、はい、やっぱりドンさんがスタジオに来てくださったことで、やっぱ花がとい う, とというか、やっぱり説得力も増して、やっぱりドンさんのことお話で、あ、すいません、ちょっと話でありがとう、ドンさんがすごいなって思った、すごいなってやっぱ思った、はい、ハンドサインです。おーいよおざます、どうなってんだよいや、タイミングがね、あれ絶妙な、あの、ね、いや、これもしかしてそっちかなと思ったら、まあね、あのアナスカ、アナザスカイのね、流れで行って、でもちょうどあのカットガールのタイミングが、ね、タイミングよかった、タイミングがね、あ、アナスカ行くな、アナスカ、アナスカ最高ですよねいや、本当に良かったよ、おめでとうございます、ありがとうございます。あのスタッフさん、後でこれ全部あの動画俺に送って練習しとくアナスカに負けたよいやよかったな、いや面白かった、ありがとうございます、勉強になりました、ありがとうございました。コージにも動画送るから、アナスカ、アナスカ以外やってよ、いや本当に。最終戦でビジョンでね、それね。やばいビジョンを見て一言やってほしいな、コージでやばい、開門した後やってほしいなということで、まあ楽しい企画もやらせていただき、本当にね、この生の声をスタジアムで、ロノさんの声聞けるんで、もうね、早い時間から行って、もうウォーミングアップのところから、もうロノさんのもう声がね、スタジアムに鳴り響いてるんで、ぜひぜひスタジアムの方に行っていただきたいと思います。そうするとね、開門の時にね、ナレーションチャレンジ、もしかしてね、坂本くんがやってるかもしれないでっかい画面で、こういう、なんつうの、こういうやつつけて、マイクつけて、ね、痛いですね、スタンドに向けてやってるんだよ、生でやるやってくれるからもうベルハチ先生の頃が、ね、やっぱそこあるから、ね、そのキャラクターが、なので楽しみにしてますんで、もうスタジアム行ったらやってください、ぜひね、絶対やんねえ、やりましょう進みますよねということで、今回のね、この開幕直前スペシャル、うん、ダダンとここにもありますんで、これ、ね、せっかくなんで開幕戦が控えてますよということで、はい、よいしょ、ドン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 ということで、はい、
来ますね。これ持っていただきます。はい、はい、2月の27日、土曜日、15時キックオフですね。対、サガン突戦です。はい、そうですね、レモンガススタジアムにね、名前が変わりましたけど、昔から、はいはい、ということで新しいスタジアムネームを、共に、戦っていけたらと思います。皆さん行ける人はあれで、もしそうじゃない方は映像もね、もちろん配信されると思うんで、ぜひぜひチェックしましょうということで、全員で絶対応援ワンベルマーレということで、うん、これ楽しみにしてます。まあなので本当はね、本当僕もこの開幕戦見に行きたいんで、本当行けたらと思ってます。もしもね、あの会場で会えた皆さんで応援しましょうということで。で、改めてワンベルマーレ、この意味だったりとかを聞いたときに、やっぱりその一つっていう言葉っていうのはすごく大きくて、一つなのにみんなの力が一つになるっていうことで、なんかちっちゃいものと感じがちだけど、すごくでっかいエネルギーがそこにはあって、やっぱ今回のワンベルマーレっていうスローガンも僕はすごく共感というか共鳴して、やっぱりベルマーレが掲げてる楽しめてるかっていう言葉だったりとか、やっぱ言葉に込めた、やっぱ俺たちも言葉の商売してるんで、あの音楽として、だからそういうのにはすごく、なんだろう、力をもらえるというか、なので今回この YouTube であのベルマーレの選手含めて、サポーターの方たちとかともこう対談させていただいたり、まあこういう時期なんで Zoom なんだけど、まあでもその中でいろいろこう話を聞いて、その中で印象に残った言葉っていうのを今日の一言として、生意気ですけど書かせていただいて、それを発表させてもらうみたいなことをやってて、でその歌詞を、その何、言葉を歌詞にして紡いで今曲を作ってて、はい、で今 それこそ、まあ皆さんの、ね、言葉と かそれこそ今日もたくさん話してもらったんで、その中から言葉とか拾ってあの歌詞にできたらと思ってるし、もちろんここにいるロンドさんにも、なんと今日この収録前に、うん、はい、あっちにね、あのレコーディングブースがあるんだけど、はい、そこで声いただきました。よし、え、あの、お分かりいただけたら分かった違うよ、違う、絶対違う、コラじゃない、コラじゃない、アナザースカイの方、ああ、そうですか番組違うから ねでも本当にそういただいて、しかもまさにそのさっきほど言ってたそのウォーミングアップ、選手のウォーミング前に絶対言う、あのメッセージというか、あ、なんとか、はい、ナレーションとかのセリフがあって、あ、そのセリフを曲の冒頭、イントロ部分にドーンって入れてもらって、こっから選手が出てくるぞ、頑張るぞみたいな感じの、その勢いをもうしっかりバコンって入ってる、でそこから歌が入るって、あ、めっちゃ楽しみですね、めちゃくちゃめちゃくちゃ、なのでここでぜひ聴いてもらおうと思うんです。うえぇ、プレイできんのかな、プレイ、あ、じゃあ聴こうか、あ、じゃあ俺押そうか、お、すごい、はい、大丈夫、先ほどもう取れたてほやほやです。うわ、すげえ。で、これからまた、選手の方とか、それこそ坂本君とかにもあのいろいろお伺いして言葉をいただいて、それをまた歌詞に反映していきたいんで、とりあえずまだ1番までということですけど、もう、ま、なんせロンドンさんの声が入って、もうこの曲に命が、ベルマーレの血が流れたんで、ぜひぜひそこも聴いていただけたと思います、はい、それでは、聴いてください。もう今タイトルないけどね、これもうあれですね、ワンベルマーレですね、きっと。ワンベルマーレ、さあ、ベルマール愛するみんな、準備はいいか。今日も共に戦い、共に勝ち、そして共に踊ろう。我ら勇士湘南、ゴラッソ
ーもらえる、うん、でこっからねまたさらにみんなの声を足して完成に近づけていければと思っております。そうすると本当にねこれをね本当だから先ほども繰り返したようだけど本当にスタジアムで歌いに行けたとしたら本当にロンドさんにこう生で呼び込んでもらってみんなの熱を上げてみんなでこの曲を歌える日が来たらいいなとかマイクじゃないけどもういいなと本気で思います。いやもうちょっとこれからもよろしくお願いします。いやこちらこそ素晴らしい。いやこれは震えますね、うん、いや本当にこれ本当だ。コージもまた後でちょっとなんか声くださいぜひ。もうでも一回聴いただけで俺ってこう歌えちゃうのがすごいなって。やっぱりそれはサポーターの人たちに声聞いて、うん、いろいろ聞かせてもらった時にやっぱそのアイデアっていうかをいただいて、はい、だからさ俺させっかくだからさ変な話だけどこういう時期にスタジアムに行っても声出せなかったりするじゃないですか、うん、応援で、まあ、今こうやってできるけど例えば、うんはい、でもこれって例えば、今後声出せるようになっても絶対に、あったらいいなと思うのがこのサビでいいからさ、はい、手話とか作ってもらえたりとかできる。ああ、ありがとうございます。いやもうやりたいですね。そしたらね、いろんな方が来ても一緒に応援できるじゃん、うん、はい、うん、本当二人のおかげで多分いろんなね困難を乗り越えて現場に来た人が一緒に楽しめるって空気になると思うから。そうですね、うん、ちなみに夢つかみ取れだとどんな感じなの。あ、夢これですね。夢をつかむ。オーレベルマーレ、オーレとかって勝つみたいな感じ、打ち勝つみたいな感じ。ああ、そうですね、これですね。もう、もう、まあ、ところはオーレっていう感じでも全然。ベルマーレ、夢掴み取れ。ああ、もう片手でいけますね。片手でいけるね。覚えやすいし、マイクしながらいけますね。ああ、そうか、そういうことか。はい、いけます、いけます。そうか、でもね、みんなだったら両手でいけるからね。最高ですね。そうですね。すごいねそれ。そういう輪も広げていけた。それがなんか全部になってこの曲でもうなんか感動っすね、うん、一つね本当に。まさにワンベルマーレ、ね、だから本当にスタンドでさ一緒にさみんなでここにいるみんなでもう一つになってできたらもうそれ本当、いや本当楽しみだね。いや早くね、楽しみですね。まあ、声出せるっていう言い方も変だけど、ね、早くねもう前でも前と同じような環境になる頃にはもっと良くなって帰ってくるはずだから、うん、確かにベルマーレも含めてこれからも本当ねみんなで応援してもう繋がっていきたいなと思うので、うん、これからもベルマーレの皆さん含めてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いやぜひ歌いたい、ぜひ歌える日が早く来てほしい。いや本当ですね、うん、あとあれでしょ、なんかスタジアムに行くとフェイスマスク、あ、プレゼント、プレゼントあるって聞いたんだけど、うん、はい差し上げます。おぉ、あれ写真見たけどすげえかっこいいじゃん。ここぐらいまでできるやつでしょ、うん、あれそのまま上げたら俺そのままいけるよね多分。いける、タオルとかターバンの頭にもできるし、うん、ねえ、俺それ決まってんの枚数とか。枚数は後ほどテロップに出しますんで。なるほど、やるな。まだ来場者の制限があるのでスタジアム全員満員にはできないんですけど、来場者の方には差し上げるということなので。あれ欲しいな、絶対欲しい。行こう、はい、行きます、はい、いやでも本当に2月の27空いてる、はい、3日後ライブなんですよ。僕平塚で同じ、すいません、同じ時間から、すいません、同じ時間から、同じ時間で来てください。15時から僕らもちょっとワンマンライブがありまして、あれだ、すいません、ちょうどえちょうえじゃあちょっとごめんなさい、ふざけんなよ。なるほど。2人は当日来れたりするの。あ、行きます行きます、もちろん。平塚にはいる。平塚の、なんか競技場からちょっと駅寄ったところにいます。平塚にいるのは間違いないですね。ちなみにワンマンライブ。そうです、ワンマン。ああ、いいじゃん、会場から声援を、気持ちをベルマーレにも届くように。でもその会場に来てくれたお客さんたちにも、はい、ベルマーレも戦ってるからって言って。そうですね、一緒に戦おう、はい、ね、ワンですかね。ありがとうございます。ワンベルマーレ、間違いない。
まあ、違いなしということで、ね、いや、ま、本当にまさかの鈍化目しかも時間も一緒なんですよ、時間15時間なんですそうなんですよ、いやいやいや、ワンですワンです、ね、みんなで同じ時間戦ってるってもなかなかない、なかなかない、なかなかないもんね、いや本当に、で以前そういえばでも俺もあった、そういえばあの何だっけ、オリンピック平塚、はい、平塚のオリンピックでライブやってでも、もう終わってすぐ競技場駆けつけたら最後ギリギリちょっとロスタイムぐらいの時にギリで間に合って、そしたらこうみんなあのスタッフさんとかあのサポーターの方も、もう一生懸命走ってきてる俺見てこんなの巻いてるし汗だくだくだし、もうみんなもう怖いよみたいなすげえあったかくて、で最後着いた瞬間に得点が入って勝ちで見えたって、それは本当にもう本当にありがたい、素晴らしい、チームのあったかさをそこで感じたなと思って、やっぱね、だから同じ時間に、でしかも言われたのはさ、ごめんね行けなくてそっちって言ってくれる人がいて、ああやってることを知ってて、うん、なるほどなるほど、こっちにいたよっていうのは、そう一緒に戦ってんだなっていうのをすごい感じて、やっぱベルマーレのもうファンもサポーターもそのスタッフのフロントの方もチームも、もう一丸となってもう戦ってんだなと、あと本当にいいチームだなっていうか、やっぱ地域に愛されてるっていう、なるほど、そうですね、平塚の街なんて言ったらね、そうっすよ、あの西平塚の西口、うん、あの試合がある時って、はい、駅に全部旗がバーって、うん、名前のやつ、ね、あれすごいっすよ ね、うん、あれ感動ですよ、でそんなのもこうそんなとこがもう駅降り立った時からもう始まってるから ね、はい、そう、そういうのも楽しみに、2月の27日、はい、開幕戦ぜひ皆さんで応援しに行きましょう、ね、行こうね、行きましょうライブしながら応援するぞ、あ間違いない本当にもうね、こう急遽、直前、スペシャルということでこういう企画に、ロンドンさんも忙しいことをしていただいて、コウジ君も本当にありがとうということで、ハンさんも本当お二人もありがとうございました、ありがとうございます、最後皆さんに一言ずつ、まあもちろんチームのことでもいいですし、まあ見てくださっている方に何か一言あればお伺いしたいんですけど、じゃあハンドサインのお二人から聞いていいですか、はい、今日で本当にいろんなベルマーレの選手だったり、なんか歴史を僕は勉強できたかなと思います。これでなんかライブじゃなくてサッカーを見に行くのがとてもなんか楽しみになりましたし、僕も平塚で育ったんですけど、本当平塚は七夕かベルマーレみたいな、うん、本当にその2つなので、さらに、この番組を、見て、もっと皆さんが、ベルマーレの愛を深まっていただけたらなと、僕も深まったんでそう思います、ありがとうございました、ありがとうございます、今日は呼んでいただいて本当に勉強させていただいて、自分も本当にサッカーの知識も増えて楽しかったんですけど、最後に聞かせていただいたハン君と皆さん、サポーターや選手の皆さんの思いがつながってできた作品を、僕らハンドサインとしてもこう手話で聞こえない方たちにも届けるような、うん、活動を僕らもできたらいいなと本当に思っております。ぜひ実現できるようにお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。これがあなたのアナザースカイ。ありがとうございます。いやー、お二人もありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、コウジ君、お伺いしていいですか。今回このような企画を用意してもらって、チームとしてもクラブとしてもすごく嬉しいです。ハン君、あまり僕最近もう全然表に出ることないんですけど、ハン君が声かけてくれたんで、まあ、せっかくの機会なんで出させてもらってすごく楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそ。スタジオ行きたかったんですが、なかなか行けなくて残念ですが、ハン君も言ってくれたように、やっぱベルマーレって本当一つにまとまるというか、本当にいろんな人がひたむきに一生懸命やってる、それは選手だけじゃなくてスタッフも、サポーターも、まあ、地域の人たちもみんななんかこうベルマーレでつながってるよねっていうところが本当に一番の強みだなっていうふうに思っていて、まあ昨年なかなか結果出なくて、本当に、まあ、コロナもあってスタジアムに来れない方もたくさんいたと思うんですけど、なかなか一つになりきれなかったな。でもそれはなんかコロナのせいではなくて、やっぱり僕たちがもっと自発的に
みんなとつながり合う気持ちを一つにしていくってことをもっともっとやらなきゃいけないなっていうふうに思って、今年のシーズン臨みたいなというふうに思っていて、なので本当にワンベルマーレっていうのはなんかすごく単純で、ありきたりな、ものかもしれないけど、やっぱりベルマーレとしては一番大事にしたいところだなというふうには思います。なのでまたそのハンクの曲もそうだし、僕たちはピッチで、本当に躍動するサッカーを見せて、またベルマーレを精一杯応援したいなというふうに思ってもらえるようなチームに今年はしたいなというふうに思ってます。なので、開幕戦だけじゃないですけど、いいスタートを切って、今年のベルマーレ面白いぞと、なんかこう、やってくれるなっていうふうな期待を抱いてもらえるような、試合をしていきたいなというふうに思ってます。今シーズンも、1年、いろんな大変なこともあると思いますが、みんなで一つになって力を合わせて頑張っていきましょう。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後にロムさんお願いします。いや今日は本当にありがとうございました。レコーディングも本当に楽しかったですし、ハン君とこう曲でこうコラボできるというのは本当に夢のような時間でした。これをみんなで、ね、聞いてさらに歌える日が来るのを本当に心待ちにしてますし、まあ、今年は、ね、よりサバイバルなシーズンとなります、うん。まあ、本当にベルマーレの良さ、まあ、どんな大きなチームたくさんね J リーグたくさんチームありますけども、ベルマーレらしいならではのこう、ね、チーム、これはやっぱりスタジアムに来てもらえれば本当に分かってもらえると思いますし、選手もスタッフもそれで僕たち放送部もいろいろとこう知恵を出し合って、とにかく楽しく面白い、もう強いベルマーレももちろん、期待してもらいたいんですけども、みんなが楽しんでもらえるベルマーレを満喫してもらえる美味しいフードパークもありますし、もう来た時から楽しんでもらえるスタジアム、月空間作りっていうのを、心がけていますし、やっぱり所属しているベルマーレの選手たちにはやっぱり僕たちの演出でこう奮い立つ、やっぱこのチームでやるとなんかプラスアルファの力が出せるとかね、そんな風なクラブに、ね、なっていけたらなっていうのももちろんありますし、とにかく今年1年頑張りますので、ハン君にもパワーを、いただきながら、それでまたハンドサインの2人もねスタジアムに来ていただければ本当に嬉しいので、はいはい、みんなで、素晴らしい月空間をね作り上げていきたいなと思います、ね。今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。嬉しかったです。いや、これでありがとうございました、ワンベルマーレっつって終わりたかったんですけども、これまあちょっとロムさん、本当ロムさんに今日本当に頼み事ばっかり持ってるじゃないですけど、何ですか最後に、はいはい、先ほど、うん、書いてないですよ、あ書いてない、おかしいなって思った、うん、はい、先ほど流した時に、はい、入れてもらったら、ああはい、あのフレーズですか、はい、あのフレーズを聞いて、はい、最後のお別れと解説いただくことって可能ですか。あ、わかりましたすいません、はい、はい、さあベルマーレを愛するみんな準備はいいか、今日も共に戦い共に勝ち、そして共に踊ろう、我ら UC 湘南ワンベルマーレー2021ゲットスリー開幕 2.27 湘南ベルマーレ VS サガン倒す、見るしかねえべ。TV